安養院本庄和世代基本庄市は埼玉県の北西部に位置するし中仙道の宿場、本庄宿が置かれた。本庄宿は中仙道の中で最大の宿場町として栄え、明治時代には本庄への選挙が推薦されていたことがある。埼玉県の北西部県境に位置し、北に利根川が位置し、市内中央部に JR 高崎線が南部に、 関越自動車道と上越新幹線が東西に横断している。市街地は本庄駅付近に集中する。国道17号より北部は畑が広がり、住宅密集地は本庄駅の南部方面に広がっている。本庄北部は畑が広がっているために風を遮るものがなく、秋冬では西風が強い。内陸の大地で 比較的安定した風土を保つ。旧市内域では3分の2が大地上にあたる。一方で小玉南部方面は山徳地帯であるために夏場では山間独特の湿度の高さがあり土砂崩れも多いようである。利根川に架か,かる万道大橋が架け替えられ2004年3月6日に開通した。また同年三月十三日には 上越新幹線の本庄和世代機が開業した。中世では、軍事的に重要な拠点の一つだった。旧石器などの遺物の出土や縄文器、弥生機、古墳器と、各時代にそれぞれ遺跡があることからもわかるように、原始時代の頃より本城には、人々が暮らしていた。本城の古墳時代の特色として、旧小玉町下麻美の鷺山古墳が四世紀、中頃まで遡る。 県内でも最古級かつ最大の前方後方墳にあたること。また、本城の大久保山古墳群の先山一号墳は県内最大の前期前方後円墳であり、武蔵国北部に顕著な巨大円墳も古墳時代の本城の特色の一つである。平安時代にこの地域を群有拡挙した武蔵七島の一つにして最大勢力を有した小玉島を構成する。 少子本州家が、当地に館を築き、鎌倉時代に、少子から派生した本城氏がこの地に土着したことが、地名の由来である。12世紀頃、武蔵七島中最大の武士団である、小玉塔の本州家四代目正太裕香博士が、現在の本城氏、栗崎の地に館を築く。13世紀頃、正太郎家長の四男、時家が、本城氏を名乗り、 現在の本城市北堀の地に館を築く。15世紀には、イカゴの戦いが始まり、本城市の城下町であったが、後に小笠原市の城下町となり、16世紀の終わりには、本城藩が生ずるも17世紀初期には、廃藩となった。中世に、武家の領地として始まり、近世では、幕府の政策の都合から、宿場町として栄え、商人の町として発展し、 ひとたに半米といった豪商も排出している。18世紀には、中仙道で最大の宿場町となり、各地から人や物流が集中した。明治以降は木と絹織物の産地として栄え、工場も建てられるようになり、東、諸池など日本の近代化に貢献した一族も、排出した。二代目の本城市長2006年10月22日制定小玉総合支所級庁舎。 小玉郡のご町村との合併が協議されていたが、三里町の離脱により2004年6月、協議会は解散した。2005年1月に小玉町との間で、合併協議会が設置された。2006年1月10日に新設合併し、新しい本庄市となった。市の施設はスピア小玉小玉郡市、広域市町村県組合の施設県の,の施設国の施設、 熊谷公共職業安定所、本庄出張所裁判所市外局番は0495。小玉郡上里町、小玉郡三里町、小玉郡上川町への通話は市内局番で通話可能。収容局は埼玉本庄局と小玉局。早稲田大学本庄高等学院投資では複数の奨学金制度がある。幼稚園終焉奨励費補助金は 保育料等の一部減免がなされるもので、修学援助制度は、小中学生を対象としたものがある。また、高校、大学等への進学者を対象とした、奨学金制度として、育英資金貸付と入学準備金貸付があり、本制度は、返還義務を伴う。中心となる駅、本庄駅また、かつては、本庄電気軌道も存在した。 路線バス年間乗降客数タクシーの営業区域は、県北交通圏で、熊谷市、深谷市、行田市、加戸市、羽生市などと同じである。大正後期の時代に、下記の映画館が存在していた。常磐座通りと呼ばれる通りは現存する。1957年には、下記の映画館が存在していた。上記と重なるのか、所在地等は不明、いずれも現存しない。 現在は、市内には映画館は存在せず、近隣の小玉郡上里町に、ユナイテッドシネマウニクス上里が2007年8月15日に開業した。ありがとうございます。